はい、今回のバッティング練習なんですけれども、まあ、これはあの12歳以下の小学生の軟式のバッティング練習です。で、今回お伝えしたいのがバッティング練習にあのホームランライン、ホームランのフェンスをつけてみました。ちょっと動画では見にくいんですけど、あの僕の後ろに白いカゴがあると思います。そこにネットを置いてます。なのでちょうどバックスクリーンネットですね。で今あの距離的に超えたのでとても喜んでます。ホームランっていう感じ であのこのフェンスを置いただけでですね、やっぱ子供のバッティングに取り組む、また今超えましたね。これホームラン2本目ですという感じで、ちょっといい当たりをしてしっかり飛ばせば、あ、また来ました。ちょっといい当たりをしてしっかり飛ばせば超えるっていう位置に設定してるんで、しっかりもう自然と振るようになりましたね。こちらがもっと強く振れとかもっと飛ばせとか言わなくても、やっぱ自然とその目印があるだけでみんなホームラン打ちたいんで、やっぱどんどんこう意欲的にバット振ってくれるなっていうのが感じました。はい、まあそんな感じで、まあ自然とこうバットを振らせるっていうことができてるんですけど、まあ、この動画で、まあ、もう一個あの隠れポイントといいますかポイントがありまして、あの一塁ベースと三塁ベースの位置なんですけど、まあ、明らかにこう幅が狭いっていうのは、まあ、鋭い方は気づくかもしれません。あのまあ全然正規の位置じゃないんですよね、あの場所は。でそれはなぜあんな風に狭くしてるかと言いますと、まあ、以前、動画であの心理的にセンター返しがしたくなるバッティング練習っていうのを紹介したんですけど、まあ、そういうのも今回取り入れてます。まずこうネットをセンターだけに設定してるので、やっぱフェンスを越したいんで自然とセンターのフェースオーバーを狙うようになってると思いますし、まあ、一塁ベースとサードベースの幅を狭めて、まあ、センター方向により意識が勝手に景色的にこう、あ、今ちょっと惜しかったですね、これいいバッターになったんですけど、まあ、向くようにして、まあ、自然とあの心理的にまたこれをセンター返しもしたくなるような仕組み作りっていうのをしてみました。はい、という感じで、まあ、楽しみながら、まあ、しっかりバットを振れてるなっていう印象ですね。で、あの先ほど守備側にこういいファインプレーがあったんですけど、自分の、まあ、イメージ、自分の思い出としてやっぱ守備としてもホームランのフェンスがあった方が楽しいです。守ってて、やっぱホームランキャッチしたいんで、やっぱ守備のモチベーションも上がりますね。その線があるだけ、ホームランフェンス、ホームランラインがあるだけで。はい、で、あのこの後また別の練習でロングティーをした時にもこうホームランフェンスを設定したらどんどん振るようになったので、はい、またその動画も別でアップします。じゃ最後の1球ちょっと注目してみましょう。この子、これは行ったでしょう。行ってないようです。守備側の子が行ってないって言ってます。はい、という感じで、あの非常に盛り上がるので、皆さんあのホームランフェンスは設定してあげましょう。以上です。